まだ収入は半分ずつですか？おお、これまだ半分ずつですよ。マジで差はない。そうですね。まあ、いろいろ話してあったりとかもするんですよ。もちろん俺の方が個人で出ていく支出が大きいんですよね。単純に美容代とか、いろいろあるから、給料じゃなくてボーナスみたいなところだけは、もしかしたら俺を多めにするかみたいな話は出たりもするんですけど、特別なんか俺も、どっちでもいいんですよね。そこまで俺が大きくお金に執着してないタイプ。これ結構でかい気がする。なんかいつでも稼げる力はあるって言っとるやん。あるし、その使い道がない。そこまで俺と前さんの給料に差を設けたところで、そんなに使うことがないから、ほんまに俺プライベートで。だから、たくさんもらっても貯金が増えるだけでしかないというか。まあ別に、前さんとも初めから一緒にやってきたから、まあそこはもう年功序列じゃないけど、年数一緒にやってきたし、不遇の時代も一緒に過ごしてきたっていう意味で、あとまあ、前さんは前さんに責任を持ってる部分が何個かあるから、俺は YouTube で再生数を伸ばすとか、そういう数字の面に関しては全部俺なんやけど、守りの部分、税理士とかの話し合いとか、そういう細かいとこね、城を建てるのが俺やとすれば、大きくしていくのが俺やとすれば、その城をまあ綺麗に維持するのが前さんの役目みたいな。ディフェンスの部分に関しての責任は前さんにあるから、もちろん俺が入ったりもするけど、まあ、ほとんど前さんにも任せきっとうから、そこに関して。うん、だから、それ責任は半々なんじゃないかと思うから、稼いどうのは俺やけど、それが出ていかへんようにしたりとか、それを安定させたのは前さんっていう役割やから、もうそこは別にいいかなっていう。ありがとうございます。まあ、言っても、まあ、家族で血縁関係が繋がっとるやん。共有財産みたいなのがあるやん。で、前さんが死んだら俺の方に入るし、前さんの財産って半分も。まあまあそうだ、ね。まあそ、まあ、俺受け取らんから別に嫁と子供の方に行くけど、で、俺が死んだら前さんの方に行くわけやから。っていう関係なんで、別れてるって感覚では生きてないですよね。それはほんまにあるかもしれない、うん。そんな感じですね、うん。だから別に一緒でも何も思ってないっていう感じですね。